令和2年9月14日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校の放課後子ども教室に、くまモンがサプライズで登場し、子どもたちと一緒に体操をしたり、楽しい時間を過ごしました。この日の放課後子ども教室には、1、2年生の合わせて35人が参加。はじめは、放課後子ども教室コーディネーターの伊藤麻美さんの指導で、くまモンの体操をしていましたが、体育館の後ろから突然くまモンが登場し、子どもたちは大喜び。このサプライズは、熊本県のくまモンが先生となった教育活動推進事業を活用して実現したもので、コロナ禍で運動不足になっている子どもたちに少しでも楽しく体を動かしてほしいと、阿蘇小学校の放課後子ども教室が企画しました。新型コロナウイルス感染防止対策のため、距離を保ちながらの活動でしたが、子どもたちはくまモン先生と一緒に楽しそうに体を動かし、最後はくまモンのサプライズポーズで一緒に記念撮影し、笑顔あふれる放課後子ども教室となりました。